アジア大学からの入団のピッチャーということでね、伝統のあのアジアボールも持っています。特徴的なツーシームにも注目。1年目からバリバリの一軍というところも期待されるこの3名のルーキーが今年の春のキャンプは A 班スタートということになりました。さあ、そしてこちらも注目ですね。ドラフト4位ルーキーの青山湊斗です。アジア大学からドラフト4位ルーキーでの入団になりました。初日早速のブルペン入りです。まずちょっと見てみましょうかね。183センチ94キロ、がっちりしてます ね。お尻のあたりの筋肉のつき方もいい形ですね。どんどんアピールしていきたいと本人も自主トレから話をしていました。渡辺久信 GM も非常にコントロールが良くてバランスがいいというところですね。ドラフトの際には評価を話していました。開幕ローテーション候補の一人というようなね、高い評価もされています。あとはですね、非常にこういろんなピッチャーをね、見習ってキャンプは見ていきたいと話もしていました。やはりこうチームのエース高橋コーナー、体も大きいですし、ピッチャーとして見習うことがたくさんあると思うので吸収をしたいと。さらにこう大学4年間丸刈りだったので、人生で一度パーマをかけてみたいと将来的な目標も話をしていましたがそのあたりも目標かもしれません。高橋コーナー、まずはそこは叶えられるでしょうね。いろいろね、プロに入るとできることの幅も広がりますんでね。まずそのためにはね、一軍で活躍をしてっていうところが前段階で入ってくるかもしれません。初日からただいい感じで投げ込んでます。青山はだいぶブルペンセッション長くやってますね。だいぶ球数ね、他のピッチャーに比べても投げてるように見えますね。本人もやはり自主トレのところからね、やっぱりアピールが大事なんでって言ってましたからね。これはおそらく狙ってましたね。腕の振りの鋭さも増してきます。これでもうおそらくブルペン一人だけになりましたよね。もう他のピッチャー終わってますね。この感じだと最後の最後までカメラを独占。青山湊斗のキャンプイン初日のブルペンセッション、まずはワンアピールしっかり入れたかなっていうね、ルーキーの初日。柘植とのコンビで今日はボール放りました。レオ怒ってるぞ。さあ、こちらの方はサブグラウンドです。レオトライナーしてますね。一緒にやらされるんですよ。いるとやらされますよ。レオ身体能力高いですからね。今日動いてますもんね。ね、あ、2だ、2だ、1、2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 、
ピッチャーが強化メニューですか、ルーキーの子ですね、ルーキーの子ですね、そうですね、2人ずつですよね、結構きつい、いや、心拍数が上がってますよね、大きいですよ、大きいですね、これ終わり頃にもう少し絞られてくると思いますから。そうですね。はい、頑張れた。頑張れた。で、お疲れ様でした。さあ、ピッチャーではルーキーはただ一人参加ということになりました。まあ、こちらもアジア大学経験豊富です。青山湊投手、
どうですかこのホールドは。いや、あのきっちりまっすぐ立ててますんで、はい、この時点でもある程度決まるんで、あーなるほど、はい、まっすぐ出てってバランスも、はい、ちょっとやっぱ力みはやっぱりどうしてもありますから、はいはい、その後柔らかさが出てくれば、うんうん、もっと球のこう力っていうか回転数も増えていきますからね、はい。結構強い球を投げれるような、はい、そういうピッチャーに見えますよね。このまっすぐあってスプリットがあるんですよね、はい、得意のボールがね、はい、これは難しいところですね、うん、じゃあそこを直そうって言ってもね、はいはい、そこを見て球種ってそうそう多分わからないかもしれない、わからないですけども、はい、であれが出すぎて力が強くなって出すぎてくるとちょっとリリースに不安のところもあるんですけど、今非常にいい形で投げてるんでね、本人の中で強さも出てきてるからこのまま行ってもいいと思いますけどね。まあそれはスプリット使ってないと思いますね。いやここでは投げないと思いますよ、ね、まだね緊張したでしょ少しは。そうですね。豊田コーチも笑いながら、はい、力入ったねって言ってるんです。周りスタッフがみんな正直笑ってますからね。やっぱルーキー投げると周り後ろみんな来ますからね。そうですね。まあでもこれはさすがに A 班スタート、うん、ねピッチャーですね。まさか同じポジションで行きました。一番憧れの憧れのピッチャーが。いいんじゃなかったって、そんな感じですね。ルーキーには多分あまりまだそこまでは言わないんじゃないですかね、うん、本当に 気がついたところだけっていう。あ、そうですね。どんどん好きに投げて、うん、まあ今橋本さん言った通りかもしれません。いいんじゃないか、いいんじゃないか。出るよ。